よって私は救われる。信仰によって清められる。信仰は神様からたまも、自分にあるものではないんです、信仰はね。それは神様が与えてくださるものですね。それは神様から求めなければなりません。そして土台的ですね、クリスチャンが生きるためには、クリスチャンになるためには、そして生きるためには信仰がなければなりません。そしてヘブル書の11章に、この模範ですか、信仰によって歩んできた人たちがそれぞれいますと、ヘブル書を書いた、使徒パウロが、使徒パウロが書いたか知りませんけども、とにかく書いた人がいますね。そして、アベルのこと、エノクのこと、ノアのこと、アブラハムのこと、サラのこと、そして、先週はイサクのことを見ましたね。イサクの信仰を見ました。で、今日は、ヤコブのことをちょっと、考えていきたいと思います。ヤコブ、これは一節しかありませんね。ヘブル書の、11章の、21節、そこのところを誰か読んでいただけますか。どうですか、順番に読みたい人、読んでくださいますか。じゃあ、お願いします。信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。はい。ですから、まあ、ヘブル書の章は、箇所はとても短い。一章しかないね。一節しかありませんね。ですが、ヤコブについては、まあ、創世記に25、26、27、35、ずっとたくさん書いてある。たくさん。だから今日は、そのいくつの箇所をできれば、見ていきたいと思いますが、まず第一に、ヤコブっていう名前。ヤコブっていう名前は、どういう意味ですか？面白い。意味ですね。これは、そこに、黄色く書いてあるんですけども、それは英語ですけども、まあ、日本語ではその足をつかむもの、足をつかむ人で、要するにそれは取って変わるっていうのは、まあ騙し取るっていうような言い方ですね。これは、要するにね、彼が生まれた時に、あとで言いますけどね、生まれた時にかかとをつかんでこう争ったようなね、俺のっていう、こう他の人のものを取るとかね、そういうようなあまりいい名前ではありませんでしたね。ですが、それが彼の名前ですね。そして、ヤコブっていうのは、ギリシャ語でも、その2番にはギリシャ語ですね。ギリシャ語も直訳です。ただヤコブという言葉をこうギリシャ語に入っているだけですので、たくさんヤコブという人の名前がありますよね。ヤコブ、イエス様の、おじいちゃんだったかながヤコブという名前でしたし、いろいろありますけどね。ですからヤコブというのは普通のイスラエルの名前でしたけども、一番有名なヤコブはこの、アブラハム、イサク、ヤコブの神というヤコブですね。で、まず、今日見ていきたいのは、ヤコブの誕生で、まあ、どっちみち見えないので書きませんでしたけども、創世記の25章の19節から26節まで、誰か読んでいってください。Yeah, I don't have it in Japanese. Sorry. So people are going to read it. ですが、できますか？神谷さん。お願いします。創世記25章の19節から26節まで。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダンアラムのアラム人ベドエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻に寝取った時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウの
かかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。はい、ありがとうございました。ですからヤコブが生まれたのも生まれた前からも面白いね、エサオとの喧嘩ですか。だからね、あの体の中でこう争っていたところを見たら 何これ どういう意味なんでね。でまあね、昔はその医者に行ってこうレントゲンじゃないんだけどそういうようなのを取って、見ることはできませんでしたので神様に、求めたら神様はね、2人いるで国この2人はそれぞれ国になります。そして、長男は次男に使えるとね、そういう予言が、生まれる前からされましたね。これ神様の御心によるんですね。ですからヤコブは生まれる前からこういうような、人格ですか、人格を持ってましたね。彼はそういうね、俺のもんだ、俺のもんだ、だからお兄ちゃんが生まれた時にね、かかとを掴んでた。おいまた入ってこいとか、俺が先に出るとか、そういうようなね、それが、役だったんですね。だから生まれた時は、この二人は二つの国になります。そして、今でも、そして争う、今でもそうでしょ。イスラエルの国はね、周りのアラブ人ですか、と、そのエサオの子孫と、争っています。戦っています。そして、それは平和がないですね。もうずっと、ずっと何年も何百年もそうなってますし、未来にもまでね、イエス様が再び来るまでは、本当の平和はありませんね。平和の短い平和の時もありますけども、なぜ、まあ、考えたことありますか、イスラエルはちっちゃい国です。小さい国です。そしてこの周りの全部の国は大嫌いです、イスラエルをね。そしていつも攻撃したりこう爆弾投げたりするんですね、いつもね。それでもイスラエルは、負けないというか、国、ずっと国として残りますね。それは神様の御心です。神様がその、予言をされました。そしてやがてイスラエルは、もちろんイエス様の、を通して、優勝しますね。そして勝ちます。そして、イエス様は、ユダヤ人の王様として、もちろん全世界を治めます。ですから、ヤコブが生まれた前からの予言されていました。そして、ヤコブは特別な、生まれる前からも特別なものですね。そして生まれても、で、自分のために特別なものではありませんでした。彼は自分の人間的には罪人でした。人間的にはずうずうしかったですね。人間的には自己中心でした。ですが、神様は、いくらそういう罪人であっても、私はあなたに御心がある。そしてあなたの生命に働いて記憶する。そして神様の御心を果たす気を与えてくださる。イエス様、神様ね。ですから、やがてヤコブはそうなりましたけど、もともとそうではありませんでしたね。まあ、若者の時もね、ヤコブが若い時も、どういう事情でしたか。例えば25章の、創世記で、今日は全部創世記ですので、創世記の25章の27節から34節まで、赤松さんどうですか、読んでいただけますか。創世記の25章の27節から、34節まで、はい、お願いします。この子供たちは成長した。エサブは巧みな狩人野の人であったが、ヤコブは穏やかな人でデンマクに住んでいた。イサクはエサウを愛していた。猟の獲物を好んでいたからである。しかし、リベカはヤコブを愛していた。さて、ヤコブが煮物を煮ていると、エサウが野から帰ってきた。彼は疲れ切っていた。エサウはヤコブに言った。どうか、その赤いのを、そこの赤いものを食べさせてくれ。疲れ切っているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐ私にあなたの当主の権利を売ってくださいと言った。エサウは見てくれ、私は死にそうだ。当主の権利など私にとって何になろうと当主の権利を侮った。Okay. ありがとうございました。ですから若い時に、ヤコブがね、騙し取ったりしてたんですね。そして
あのヤコブは、うん、多分甘えん坊っていうかね、お母さんがね、可愛い、可愛くて、でもお父さんはね、たくましいこの餌をお兄ちゃんね、いつもハンティング行って動物殺して、こう動物にでこう、それが大好きだったみたいですね、お父さんは。男の男だみたいな感じで、で、多分ヤコブのことを、ね、お母ちゃんの甘えん坊っていうような感じにしたんじゃないかと思いますね。で、まあ、あのヤコブもそうですね、あの企んだり、いろいろ簡単な、あのそのハンティングは難しいですね。こう獲物を取りに行くのは難しい、長い時間かかるし、森を奥まで行ってこう殺して、そしてそのあの抱えて出てこなければいけないから本当に辛いことですけども、彼は男っぽい男でしたね。でも多分ヤコブは、まあ、怠け者というかね、そこら辺にうちにいていろいろちょろちょろしてるだけですね。で、あのそのなんか煮物、まあ、あの私の感覚がのスープみたいなもんね、みたいなもんで、それを焼いてですね、そして餌が帰ってきたら、もう、はぐな、ペコ、たぶん何も物取れんかったか知らないけど、本当にお腹がついたんですね。で、そう、はぁ、ちょっとちょうだいって言うの。で、あの、ヤコブが帰ってね、あの、悪くがしこかったりね、じゃあねって言って、あの、まあ、前にも約束したの、いらん、あの、この、前からも長男である長男権ですが、おなんて言ったか忘れた。何だった？また聞いたな。長子権？長子権？を別に長子権利、長子権をあんまり意味、あんまり大事にしなかったんですね。軽く扱ったので、売ってくれ言った時に、いや、売ってあげるわ、どっちみち死ぬんだからっていうの、こんなお腹すいて死ぬんだからって言って。でも、ヤコブはね、これはヤコブのね、ヤコブだと本当はね、お兄ちゃんがお腹空いてと、吐けるべきでしょ。普通の人やったらそうやね。でも、これは、考えて、いや、してみたら、たくなんて、じゃあ、その剣を、その、長男剣ですか、その、あの、を、いただこう。これを利用して、このね、彼が困ってる状況の中で、ね、自分の得のためにしよう。そういう人たちは知ったことありますか？あんまりいい人じゃないね、そういう人たちは。自分のことを考えて、あんた困ってる時にね、じゃあちょっと貸してあげるけど、2倍返せとかいうような、そういうね、聖書には返して、ね、あの無料で借りさせて、そして返さなくてもいうことが書いてありますので、そういう態度を持ってました、ね。ヤコブはそういう、企んでた、ね、自分の徳のためにっていう企みをしてたような人でしたね、若い時は。若い時からね。まあ、生まれる前からです、そうですけどね。そういう人でした。罪人でした。ヤコブはね。ですから、神様がその心に働かなければいけませんでした。そして、その若い時のヤコブと、年寄りのヤコブは全く違う人になりました。神様が働きましたね。そして、彼らは成長していきました。そして27章の1節から5節に、またヤコブの、まあ、もうちょっとあの年を取った時に出来事がありました。まず1節から5節まで、27章の1節から5節まで読んでいただきますか。読みますか。お願いします。イサクは年を取り、視力を衰えて見えなくなったとき、長男のエサを呼び寄せて彼に、息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいます、と答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつにかわからない。だから今、お前の道具のネズミという意味を取って、野に出て行き、私のために獲物を仕留めてくれないか。そして私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきて、私を呼び寄せてくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できると思う。リベカはエサクがその子、エサウに話しているのを聞いた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために飲みに出かけたとき。はい、ありがとうございました。で、ですからそこ、初めのこの文は、エサウは、まあ、イサク、あの、死ぬと思っていましたね。まだまだ何十年も生きましたけども、この先に目も、ね、暗くなっていましたし、そして、だから死ぬ前に長男を祝福して、その自分 の, この財産を全部長男に回すつもりでいたんですね。
そしてそれをしよう、そのする前にね、美味しいものを食べて、そして祝福しようと。そしてエサオがそれを獲物を取りに出たですけども、そのことをレベッカが聞いたんですね。でレベッカさんも、まあヤコブが可愛かったから、ね、そしてね、若い時にお兄ちゃんが自分の長男であることを全然気にしていなかったし、ですから、じゃあ、ね、騙そう、自分の主人を騙そうとして、ヤコブ呼んで、そして、ね、ヤコブは 何お母さんそんなのダメよって言わんかったよね。やろうやろうみたいな感じですね。賛成していたみたいですね。ですから、本当はな、この惑わしました。その自分のお父さんを、欺き惑わしたんですね。あれは本当に、よくないことをしたんですけども、それはその続きの6節から17節に書いてあります。続いて読んで、じゃあ後ろの岩さんお願いできますか。27章の6節から17節までお願いします。リベッカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言って言われるのを聞きました。獲物を取ってきて私に美味しい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に、私の前でお前を祝福したいのだ。それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、そこから最上の小槍2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上のお好きな美味しい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。もしや父上が私に触るなら、私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて行って取ってください。それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好む美味しい料理をこしらえた。それからリベカは家の中で自分の元にあった兄エサウの小槍を取ってきて、それを弟ヤコブにつけてやり、また小槍の毛皮をその手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブの手にかかった。はい、ありがとうございました。ね、その、お母さんも結構企んだんですね。でもヤコブは、いや、お母さんダメよって言わなかった、ね、でもだってお兄ちゃんが毛が多いのですぐ分かりますよって言われたんですよ。いや、その、ここにね、殺した動物の毛をここにつければと言いました。ですからヤコブは、うん、まあそうかよ、そしたらあ、これいけるかもなというような自分もやりたかったけど、別にやりたくないから、いやって言わんかで、いやいや、これどうやってやるのっていう感じで、でもお母さんがね、こうしなさいって言ったら、はいって言って従いって言うんですね。ですから、お父さんを騙して、祝福を、お兄ちゃんに与えるべき祝福を自分に与えてもらう、企みをしました。そして、それが実際になったのが、18節から、27章18節から29節、そして、まあ、17節までは企んで、ね、こうしてこうしようって、ね、そして18節からは実際に起こしたところです。ですから18節から29節まで、どうですか。父イサクに近寄ると、イサクが彼に触り、そして言った。
深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたら、本当にお前は我が子エスローだねと尋ねた。すると答えた、私です。そこでイサクは言った。私の心に持ってください。私自身がお前を祝福するために、我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくるとそれも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ近寄って私に口づけしてくれと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの獣の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香り、死が祝福されたのの香りのようだ。神がお前で天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように。国々の民はお前に仕え、国々はお前を不思議を飲み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の声がお前を不思議を飲むように、お前を呪う者が呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。はい、ありがとうございました。ですから、ヤコブはお父さんを騙しました。で、この時、ヤコブは、多分救われていなかったかと思います。神様のことを知っていましたけども、20節に書いてあるように、ヤコブは、イサクにどう答えました？あなたの神、主が私のためにとか言いましたね。あなたの神、私の神というのは私たちの神でもなく、あなたの神と言いましたね。ですからこのところは、神様が、まあ、神様の存在もしていましたし、ね、小さい時から学んでいたので、でも個人的に神様を、信じたわけではないと思いますね。こういうことをする人はね、明らかに心の正しいものではないですね。ですから、まあ、私、誰も言えませんけども、多分、この時はまだ神様との、間が、悪かったと思いますね。罪人であり、まだ救われていなかったかと思いますね。そしてこの後、もちろんね、救われるんですけどもね。ですから、騙しておりました。そして、まあ、どこまでね、話は長いですし、時間がそんなにないので、ヤコブは、自分のお父さんを騙して、そして、お兄ちゃんが帰ってきたら、ね、お兄ちゃんが入ってきて、はい、お父さん食べてって、お父さん、誰や、お前は。って、そうやんで、はぁって、騙されたんだ。でも、一応、祝福されたときは、もう祝福与えたのは、もう取り戻すことはできなかったですね。もう一応、長男としての祝福を与えたので、あなたは彼に使えます。言いました。まあ、初めから、イサクはそうするべきだったんですよね。神様がそうね、おっしゃったんでね、生まれる前から、この長男、次男は長男に使えるとか言いましたね。で、何回も自分の長男であること全然気にしなかったし、そして多分イサクは、まあ、俺は騙されたけども、やっぱ神様、まあね、それは神様の御心であることはもう分かってたんでね、初めから。ですから、餌を、こう、やっぱイサク、やっぱやめた餌に与えようっていうのはなかったらダメ。もう取り戻せない。ですから、ヤコブはその、祝福をいただきました。でもお兄ちゃんはカンカンに怒りましたね。もうお父さんがそのしばらくしたら死ぬからそれまで我慢するけどもその後はお前を殺そうみたいな感じだったんです。お母さんがそれを知って、ああ早く逃げろ、私の親戚のところに行きなさいと、ヤコブを送り出しました。でその行った前にお父さんも行ってこい、あそこに行ってきて、もともとね、こういうことをするべきだったから、ね、あそこ行って親戚と結婚しなさいと、言いましたので、彼は出かけました。そして、出かけた時に、彼は、神様に出会った。そして面白いこと、これは、この間来た増田先生がお話ししたところですけども、創世記の28章の、10節から本当は22節まで見ていきたいと思いますけども、まず10節から15節まで、28章の10節から、15節まで、誰か読んでいただけますか。はい、お願いします、安倍さん。安倍さんが。ヤコブは霊的なのです。母
前に来るかった。彼は挨拶に戻り着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈む中で、彼はその場所で石を取って待ってし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つの梯子が地に立っているのに立てられた。その上の梯は天に届き、見よ、神の使いたちは、その梯子を登り降りしていた。そして、見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のようになくなる。あなたは西へ、東へ、北へ、南へと広がる。地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。はい、ありがとうございました。ですからここはヤコブが神様と出会ったところですね。まあ、はっきりまた言えませんけども、ここで、ね、神様を信じ、神様に救われたかもしれませんね。このところから変わりましたのでね。そして、この後の16節から22節まで見ると、ヤコブが返事した、答えた言葉を見ると、神様を自分の神様として、認めたところです。ですから、ここでヤコブが救われてるんじゃないかと思いますね。まあ、救われたとしても、もっとも私たちと同じように、罪人が救われたら、立場的には清められますね。立場的には義人となります。しかし、その後、その時から、どんどん成長していかなければいけない。ヤコブもそうでしたね。すぐに、心は変わった。そして、立場が変わったが、まだ、ね、昔の癖と、昔の、罪の結果が、まだ、残っていましたが、どんどん少しずつ、神様が彼を清めてくださいました。いろんな出来事、いろんな、あった条件を利用して、彼の心に働きました。ですが、彼の、神様に答えた答えは、16節から22節にあります。しげこさん、お願いできますか。お願いします。誠に主は国で住むようになり、それなのに私はそれを知らなかった。彼らを連れて行った。この場所はなんとそれを多いところだ。ここは神のような人のような、ここは天のものだ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それをかけて石の柱とし、柱の頭に油をつけた。そしてその場所の名をベテルに、その町の名はもともとはルツだ。ヤコブは誓願を立てた。神が私たちと共に願い、私と共におられて、私が行く国は旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、うちに父の家に帰らせてくださるのが、主は僕のパンとなり、石の柱として建てた国石は神の家でもあります。私は全てあなたが私にくださるのに、十分の一を必ずあなたに支えます。はい、ありがとうございました。ですから、ここで、一節に書いてあったように、私の神となりと書いてありますね。ですから、ヤコブはその時に、神様はうちのお父さんの神様よりも自分の神様となりましたね。ですから神様は、自分の神様であり、神様を認め、そして、救いをいただいたかと思います、この時に。ですから、ヤコブは、神様を頼るようになりました。この時から、ここから。ですから、これから、ヤコブはいろんな経験がありますが、神様に用いられる、神様に導かれる、神様のことを考えてきたんですね。そして、いろんな経験、まあ、辛い経験もありましたね。もちろん話す時間はありませんけども、ヤコブは、人を、自分の都合で、地と騙しとね、いろいろ騙しとったよね、いろんなものを。そして、彼が、その自分のおじさんのところに行ったら、
おじさんがそういうもんだったから、自分が逆に騙し取られたとかね、今まで自分がこういうことをしてきたのは自分がやられたね、神様それを利用して、ヤコブ、ほら、お前ってそういう、これが嫌い、そういう自分にやられるのは嫌いでしょ、だから人、他の人にそういうことをするのはダメだったり、そういういろんなことを教えてきましたね。ですから、ヤコブが帰ってきたときは全く違う人になっていましたね。ですから、神様は、彼のところに働きます。そして最後に、これはちょっと長いですけども、ヤコブ、その、ヘブル書に書いてあるヤコブが祝福したって書いてあるところですけども、そのよ創世記の48章、これはヤコブが、年寄りになって、死ぬ時でしたね。その時に、ヨセフ、ごめんなさい、そう、ヨセフを、祝福しました。まあ、ヘブル書の箇所は何とか言ってやめましょうか。また、読んでくださいませよ。信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。はい。これがヘブル書のところですね。で、この箇所がそうなんですよ。これが実際に起きたところです。ですから、最後に、創世記の48章の8節から22節まで誰か読んでいきますか。はい、じゃあお願いします。イスラエルはヨセフの子らに気づいていった。これは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は、彼らを私のところに連れてきなさい。私は彼らを祝福しよう、と言った。イスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけし、彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られるように、見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供を私に見せてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて、彼を顔を木につけて伏し拝んだ。それからヨセフは二人を、エフライムは自分の右手に取ってイスラエルの左手に向かわせ、マナセは自分の左手を取ってイスラエルの右手に向かわせて彼に近寄らせた。するとイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに彼は手を交差して置いたのである。それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクが私その見舞いに歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、その子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名などともに彼らのうちに唱え続けられますように、また彼らが地の真中で豊かに増えますように。ヨセフは父が右手をエフライムの上の頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、あなたの右の手をこちらにの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。分かっている。我が子よ、私には分かっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも強くなり、大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。そして彼はその日、彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。こうして彼はエフライムをマナセの先にした。イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。私はあなたの兄弟よりもむしろあなたに、私が剣と弓とを持ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与えよう。はい。ございました。ですから、これは面白い、死ぬ前に自分にやられているか、自分の経験を同じようにね、神様が私のすべて、ね、生まれた時から全部自分が自己中心だったにかかわらず、それにかかわらず私を祝福してくださったということを、彼は認めました。神様が全部、私が神様に逆らってた時も、神様が働いてた。私が神様の御心よりも自分の自己中心の、ね、自分のしたいことをしてた時に、
ね、自分にさえ他の人にどういう被害があろうが私さえ得すればとかいうような態度をがあっても神様は私を選んでくださいました。そして私の心に働いてくださいました。そして私を救ってくださいました。そして私を祝福してくださいました。ですからそれを、多分まあ竜は書いてませんけれども、それを考えて彼は同じようにヨセフの子供の、長男よりも次男を祝福、先に祝福した。自分も次男であって神様の祝福をいただいたように、だからそれをして、神様がこういうふうに働いてくださった、不思議に働いてくださったから私もこういうふうに、神様の御心であることを、示してくださいましたので、要するにヤコブは神様を頼っている。神様がその、普通よりも私たちは自分の行いによってであれば私たちは死んで地獄に行くべきですね。なのに神様は私たちを憐れんでくださる。そして自分は自己中心でありながら神様は私たちを、私たちの、慰めてくださる。そして、働いてくださる。そして私たちを清めてくださる。その神様であることを認めました。それ信仰によってですね。ですから、ヤコブの、そしてヤコブがここでイスラエルという名前がね、その話もする時間がありませんでしたけども、神様がね、ヤコブは違う人、この以前のヤコブではない、ヤコブは人を騙し取るという名前ですので、それを変えましょう。そして、祝福された、神様に祝福された、王子様のようであることを言って、その名前を変えました。ですから、ヤコブは、はじめは、神様ではなく自分、自己中心、神様の御心ではなく自分を中心にしました。でも最後に神様。神様が働いてくださる。神様は、偉大なる神様であることを認めました。それは信仰によってですね。そして、ですからヤコブの信仰は、無信仰、不信仰の時から強い信仰までの旅でした。ですから今日全部見る時間はありませんが、後で自分でもね、また、読んでください。そして神様が素晴らしい、私たちにも神様がその心に働いてくださることができる、自分が信仰なくても神様が信仰を与えてくださることができる、そしてその罪人であった私たちを、救っただけではなくて、これからもどんどん少しずつ清めてくださることを本当に感謝すべきです。ですから神様に感謝しましょう。最後にお祈りしましょう。愛する天皇様、この時間を感謝します。神様が一人一人の心の状態をご存知ですので、その心の必要を満たしてください。本当にまだイエス様を信じていない人がいれば、今日イエス様を自分の救い主として信じ受けさせてください。そしてイエス様をすでに信じているが、まだ信仰が足りないものは、神様の働きによって信仰が増え、そして神様に頼らせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。